俺の会に七子さん来て、七子さんね、もういい匂いやった。ちょっと気色悪い表現になるんやけど、もう俺その場でも言ったんやけどね、横に座った七子さん、ええー、匂いするって思って、さすがね、普段から口元に花をつけてることはあったわ。その深いな、香水系でもないのよ。だからといってなんか、なんやろ、制汗剤とかでも別にファブリーズみたいな匂いとかでもなくて、柔軟剤、いやだから香水っちゃ香水なんやけど、香水と柔軟剤を足して5で割ったぐらい、ふわっときた。あ、これもちゃんと大人なんだなと思って、奈々子さん、まあ、ほんまにね、これね、実況者になって奈々子さんと遊ぶことに なる場合、みんな気をつけた方がいい。ええ匂いする、奈々子さんマジで。うん、大地の感想それやったもん。あとね、マジでさ、奈々子さん顔ちっちゃいのよ、マジでちっちゃい。よくさ、女性とかであると思うんやけどさ、芸能人とかに実際見たときに顔が小さすぎて絶望したみたいな、私と比べてみたいな、俺もやばかったもん、心ズタボロやった。顎3メートルの男に対してさ、顎マイナス 0.2 メートルみたいな男が来たから、俺の横に絶望よ、誤差 3.2 よ、なんでこんな顔ちっちゃいんこの人って思って、ビビったもんマジで。ほんまにね、両手でええ感じに使ってパキってなんか横に折れるぐらい、なんかちょうど丸っこい顔してんだよ。っていうぐらいほんまに顔小さい、なのこさん。うん、よくさ、中学生とか小学生の時にさ、まあ、中学生が分かりやすいかな、男子中学生とか、なんかよく男同士がさ、悪ふざけで首になんかヘッドロックかけたりするやん。七子さんはマジでヘッドロックをかけたくなる顔してる、顔の大きさしてる、マジでね、ほんまにヘッドロックするのに最適な顔の形してる、これガチ、ほんまにいい感じに多分ね、できる。いや、でもこれ伝わってほしい。なんかでけえやつはヘッドロック仕掛けづらいやん。ちょうどいいのよ、多分。さすがにやらんかったけど。実際暴力は振るってないんですけど、奈々子さんに対してね。うん、いや、普通にね、俺は奈々子さんと初めて会ったけど、感動した。